下半のポースポリテルシェニエポースポリテルシェニエは、ポーランド王国、ポーランドリトアニア共和国で行われた、軍事動員、及びそれによって編成された部隊。フランス語のレビーエヌマッセの語が使われることもある。ポーランドには13世紀以前から、戦時に一部の人民を軍に動員する伝統があった。なお時代が下るにつれて、ポスポリテルシェニエは、 シュラフタ層によって構成されるようになり、その後占領軍人にとって変わられていった。中世後期までのポーランド王国では、他のヨーロッパ諸国と同様に封建制に基づいて、招集された騎士が軍を構成していた。最も早い言及は、14世紀前半のブワディスワフ一世の時期まで遡る。彼の時代のカジミエシュ三世の時代にまとめられた。 カジミエ主大王法令では、騎士や領主の軍役義務を定め、従わない者からは領地を没収するとした。裕福な騎士は、ランス部隊を編成して参加し、そうでない者は、景気兵や不評として参陣した。彼らは、国内外で戦争に参加する義務があった。次第に騎士が特権を拡大していくにつれて、ポスポリテルシェニエの制度は彼らにより有利な形へ。 改革されていった。ボスポリテルシェニエによる徴用期間は2週間であった。1335年のブダの特許上では、国王は外国で戦った貴族のかぶった損害を完全に保障することが定められ、また1374年の個室への特許上では、外国で戦った貴族が捕虜となった場合に、必ず国王が身の白金を支払うことが定められた。 さらに1388年の特許上では、上記の国王の義務の対象が国内で行う防衛戦にまで広げられ、さらに国王は、貴族軍召集にあたって、彼らに報酬を支払い、また行動の前に、あらかじめ貴族と相談することが決められた。初期のポスポリテルシェニエには、貴族の他にも教会領内に土地を持つ騎士や、ソーティスやボイーツなどの農民指導者も含まれていた。 また、都市住民でも土地を所有しているなら参加する権利があった。14世紀以降、王が召集した時や緊急時には関係地域のスタロスタからポスポリテルシェニエが集められた。1454年のゼルクフィサの特許上以降、ポスポリテルシェニエの召集には地元のミ育の同意が必要になり、15世紀末までには、 全国議会である政務の承諾まで得なければならなくなった。こうした特権の中には、シュラフタが王から半ば奪い取ったようなのものあり、ポスポリテルシェニエは、その都度新たな特権を与えられなければ動こうとしない、軍政になってしまった。ポスポリテルシェニエは、普通は、 ポーランド王国の行政区画ごとに組織され、さらに小さなボイボダ領がより定時の組織となった。騎士はボイボダなどを通して召集を受けると指定された地点に集結し、そこでヘトマンもしくは王に指揮権を譲った。ここで出身に基づき50人から120人ほどの部隊に編成された。ただし一部のマグナートは自らのホロンゲーフを編成することもあった。 軽装が多いポーランドリトアニア共和国の東部、南部国境地帯では、シュラフタが戦力として力をつけ強力な階級に成長していった。一方で中央部の平和な地にいた貴族たちは、職業軍人や傭兵と比べて、戦闘の経験が乏しくなっていった。もはやポスポリテルシエニエはアマチュア軍団と化し、その職業軍人と比較しての弱体ぶりは13年戦争初期の、 戦闘で顕著に現れた。エンドのみならず、軍機や装備もまちまちで、戦地への集結に一月近くもかかることもポスポリテルシェニエの弱みだった。1497年には大規模な改革が実施されたが、ポスポリテルシェニエの落日を止めるには至らなかった。15世紀以降、ポスポリテルシェニエは職業軍人の部隊よりも活躍の場が少なくなっていった。 16世紀半ばまでは、ポスポリテルシェニエの最大規模は、理論上5万人ほどとなっていた。17世紀に入った頃にはもはやポスポリテルシェニエの役割は、極めて小さくなり、大洪水時代中の1656年はルシャワの、戦いでの敗北を最後に召集されなくなった。それにもかかわらず、ポスポリテルシェニエのシュラフタは未だに、自分たちが、 ポーランド軍のエリート部隊を構成しているという自負を持っていた。彼らが防衛戦争における献身の対価を求め続けたことで、彼らが大きな権限を持つ黄金の自由が到来したと言える。またシュラフタは軍役の対価として自身への減税を正当化したために、ポーランド・リトアニア共和国の財政は著しく傾き、 常備軍を維持するのが難しいまでの惨状を引き起こした。この時点で、共和国軍の兵力は1万6千人にまで減少しており、30万人を要するロシアや20万人を要するプロイセン、オーストリアにとって、ポーランドは格好の餌食となった。1794年のコシチュシコの放棄の際、啓蒙失踪とフランス革命の影響を受けて、タデウシコシチュシコは、 貴族に限らない18歳から40歳の5体満足の男性からなる民兵軍団を組織し、ポスポリテルシェニエと呼んだ。1806年、ナポレオン・ボナパルトが成立させたワルシャワ公国においては、ポスポリテルシェニエは予備役兵の一団を指す後になった。1831年の11月放棄の際、政務は17歳から50歳の人民を集めて、 ポスポリテルシェニエを組織しようとしたが、この案は、ヤンジグムーンとスクシネツキに反対された。再独立を果たした、ポーランの第二共和国においては、ポスポリテルシェニエは40歳から50歳の予備役兵と50歳から60歳の予備役将校の一団を指した。彼らは軍事演習に参加し、戦時には軍の一部として活動した。ありがとうございます。